時を待つ岡が語る伝説的番組のやらせの真相とは、もう時効だから言うけどさ、時をの松岡正弘さんが公式 YouTube で伝説的番組笑っていいとものテレフォンショッキングが実は仕込みだったと明かし、現場で大きな笑いを誘いました。みんなの反応。初期は番号を隠して直接電話してたけど、後期は事務所経由で連絡してたんだよね。やらせっぽいよね。今和の清志郎さんに直接電話したら寝てて怒って切られたこともあったんだって。公然と言われると気分を害することも、自分の番組から話すべきで懐かしい番組が踏みつけられた感じ。テレフォンショッキングは最初は本当に電話してたけど、出ない人や間違い電話があって素人ゲストが続いたこともあったんだって。クワマンが志村を紹介したけど、志村が明日ゴルフだから無理と断った事件があったんだ。いい友のキャッチフレーズは友達の輪を広げることだったけど、携帯普及で変わったね。放送の翌日に多くの花や電報が届くのは事前に準備があったからだと思うよ。番組初期はリアルで、電話の相手も生放送とは思わずアクシデントがあったよ。テレフォンショッキングの思い出といえば、矢田亜希子さんが大竹しのぶさんに初めまして出会っちゃったことが浮かぶよね。それに山田邦子さんと森久美子さんのお互い他に友達がいないって自虐ネタも面白かったし、柳沢慎吾さんが出てきたらワンマンショーが始まってタモさんが苦笑いするのも懐かしいよね。テレフォンショッキングはタモさんが吉永小百合に会うためのコーナーで、最終回に彼女から電話が来たのは感動的だったね。知らない番号から急に電話が来て変わりますって言われたら怖いよね。昔大アーティストのラジオで生電話した時、ちゃんとスタッフから事前に確認の電話があったよ。0時0分頃にこの番号から電話しますので必ず出てくださいって。生放送なら当然の準備だよね。ガチンコじゃなくてよかった。熱い勘たちを毎週楽しみにしてた TBS、 またやってほしいな。いい友でのテレフォンショッキングについて、スタッフが出演者に紹介候補を事前に挙げてもらい、スケジュールを確認して決めていたと話していた記事を読んだことがあります。紹介される本人には伝えないようにしていたそうです。そうじゃなかったら芸能人があんなにスムーズにつながることはないですよね。いいとも初期は本当に急に電話してたんだって。都合悪くて同時人が翌日も出たり、間違い電話で一般人が出たりも。松岡さんが有名になった頃には事前連絡が普通になったけどね。あれをやらせって思ってた人いるのかな。最初は電話がつながっても明日は無理ってことが多くて電話に出ないこともあったんだよね。それで番組の最後まで持ち越したりしてた。でもその後は電話でつながった人がポスター持ってきて宣伝っぽくなって、局アナが電話かけるようになって雰囲気が変わっちゃったんだ。大学生の時フジテレビでバイトしてて出演交渉の電話してたよ。そのフロアで観覧車のハガキ選んでたんだけど、若い女性だけ選んでって言われたんだ。理由は若い女性の笑い声がテレビ映えするからだって。男性や年上の人がいたのは若い女性と一緒のグループだったからなんだよね。今だから言える話だよ。笑っていいともが始まったけど、素人が出るのはやらせっぽかったし、番宣も多かった。タモリさんが昼にジャケット着てるのを見て、いつまで続くのかと思ってたよ。番組初期はガチで素人も出てたよね。印象に残ってるのはやらせの頃に獣医ヒカルさんの TBS 制放送中に電話したこと。 TBS 見てたら富士にしてって言い合って、伊集院さんの番組が終わる時にいいともって言ってたのが面白かったな。最近は番宣が多くて昔みたいに自然なつながりが減ったよね。ポスターも変わったな。鉄腕 DASH のメンバーもうまくいった場面だけを編集してるみたい。国分が別番組で道具使えないのバレバレだし。千田光雄さんが世田谷区長を呼んで、タモリさんが続くか確認、区長は大丈夫って言ってたよ。テレフォンショッキングのポスター懐かしい。またいいとも見たいな。山田花子がゲストの時、池のメダカが保護者代わりで来て、タモさんとメダカ師匠が喋ってた。子供心に仕込みだと思った。急に明日の昼空いてるか聞かれても、週5で偶然空いてる人なんていないよね。演者は売れてる人たちでスケジュール詰まってるし、番宣や宣伝で忙しいんだよ。毎回タイミング良すぎて打ち合わせてるみたい。友達かも怪しいし、信じてたのは子供の頃だけ。矢田亜希子さんが大竹しのぶさんに電話で自己紹介しちゃったから、タモリさんがゲスト紹介する流れに変わったんだよね。翌日の出演者のスケジュールを抑えるのは公然の秘密で、電話で断られるのも仕込みだね。
小沢時さんがゲストの時、ジャイアンツの桑田真澄氏に電話したけど、シーズン中で断られたんだよね。安倍総理の出演は仕込みっぽいけど、笑い。みんなの反応としては、テレフォンショッキングの仕込みに驚きつつも、番組の進化を理解する声が多いです。初期のリアルな電話のエピソードを懐かしむ人も多く、やらせと感じる人もいますが、番組の面白さを評価する意見が主流です。少数意見としては仕込みが公然と語られることに対する不快感や番組の懐かしさが損なわれたと感じる声もあります。当チャンネルの意見としては松岡さんの発言はテレビ業界の裏側を垣間見せる興味深いものでした。視聴者にとっては番組の制作過程を知ることでより深い理解と楽しみ方が生まれるかもしれません。しかし懐かしい番組の思い出を大切にしている方々にとっては少し複雑な気持ちになることもあるでしょう。